あー、もちろんだ、うん、ただリードはいただいたんで、やりー、あー、くそ、当たったのに、あー、痛い、あー、痛い、痛い。はい、本日のワンポイントアドバイス、賽銭箱にお金以外のものを入れると器物破損の罪になる可能性があるらしいです。痛い、痛い、痛い。お賽銭にねお金以外のものを入れることおよび1円玉を入れるのはおやめください。いただきます。どうもこんにちは、ぬっきーと申します。ローラのコラを使ってガチのねエリアをやっていきたいと思います。出前はね S プラスですね、やっていきたいと。今ちょっとちなみにですね、あばらが痛い状況でして、息をするだけでも痛いと。いやー下手くそすぎだろ、息をするだけでも痛い状況なんで、ちょっと声を出すのがね結構きつくて、経緯をお話ししますと、昨日ですね、たこ焼きパーティーをしたんですよね。でね、ちょっとゆるめの生地で奥さんが作ってきまして、生地をね、でゆるめだと熱々になるんですよね。熱々になるんで、その周りの人にね気をつけなよって、口やけどするから気をつけなよって言って食べてたんですけど、自分が熱ってなった衝撃でのけぞりまして、見事あばらがバキバキに痛くなる。多分ねこれね医者に行ってないんでわかんないですけど、多分肋軟骨であると、私得意の肋軟骨であると思われます。肋軟骨をやったんだと思います。いい、うざ、いやリッターうぜえな、リッターがうざい、やんごとなきうざさだマジで。リッターどうにかしてえな、やばい、あー持ってかれた、無理。ただリードはいただいたんで、やりー、あーくそ、当たったのに、あー痛い、あー痛い、痛い、痛いねー、めっちゃ痛いマジで。昔ねベンチプレスでね反動で上げようと思って胸にバーンってバウンドさせたんです。80キロぐらいやったかな、バーンってバウンドさせたらねパキンっつって肋軟骨折れたことあるんですよね。切れるっていうか軟骨なんで折れるっていうか切れるんだよね。その痛みに類似していて、おそらく肋軟骨だろうと僕は思ってました。まあ完全にそのプロの診断ではないんだけど、いい、だからその正しいかどうか分かんないんだけど、痛み的に肋軟骨に息吸ったら痛いし下へ向いても痛いみたいな、やば、いやーリッターが無理やなこれ、頼む頼む、それで持ってってほしい。てかあれか、帝王でリッター持ってくしかないんか。ちょっとこの懐に入りたいよね、ここら辺にいればマジでまだワンチャンあると思う。まだよっしゃー、あくそ、これ持ってければまだワンチャンあった、いやーくそ、まあただビーコン生きてるんで味方一気に復活するでしょ、復活の復活。知らねえんかよ、あの縦振りで。やば。あー、くそ、先打ち外した。うわー、ダメか。いてー、いてー。あいつ、落ちてくんの待ってるわ。飛ばねえよ。あんま上手くない傘だからちょっと助かってはいるんだけど。あー終わった。ナイスナイスナイス。痛いでー。痛い。ナイスナイスナイス。まだワンチャンあるか、まだワンチャンあるか。これ押し込んでいけばまだワンチャン。押し込んでいけば。うぜー。
ダメだ。リッター上手すぎやろ。マジか。痛え。鎮痛剤にはならんかったな、この試合。勝てばね、鎮痛されるかなと思ったんですけど。ダメだ。痛え。とにかくしばらくね、痛えという言葉を何回言うかみたいなゲームになってるわ。痛え。うわ。間に合うかな？あとね、5日もないのか。30までないから29までだから、4日間で S プラスの10までいけるか、あと5。頑張っていきたい。ご視聴ありがとうございました。ごちそうさんです。一応まあ成績を見るか。いまいっちゃったね。ああ。リッターうまかった。多分リッターうまかった。リッターの成績見て。リッターの成績見て、マジで。絶対すごいから。ものすごい成績残してるはずだから。ちょ、見よう。リッターの成績を。だよね、うまいもん。くっそ。痛え。痛え。